重いところをどんどん省いていく、もうぜひ社会人だったらやってほしいなと思いますね。小山さん、へ、勉強する上での家事との両立について聞きたいんですけど、家事との両立ですね、突拍子もない組み合わせですけど、僕がじゃあ現役時代やってよかった家事との両立ノウハウを教えますね。一つが、家事ってまず何があるかっていうと、掃除、炊事、洗濯とかですかね、メインところは。まず掃除編で言うと、僕はですね、多分今パッと思い浮かんだのがあるとしたら、ルンバとか思いついた人いるんじゃないですか、オートメーション化、はい、それもそうなんだけど、まずは元も子もないんですけど、ミニマリスト。何が言いたいかっていうと、そもそも家に何も置いてなければ掃除の手間ってすごい省けるんですよ。なので、まず学習環境とか居住環境をきれいにするっていうのは意外に伝えたくて、僕も今社会人で一人暮らしなんですけど、カーペットを引きたがるじゃないですか、なんかラグを引くとか、そういうのやっちゃうとやっぱ掃除機しなきゃいけないんで、フローリングのままだったらクイックルワイパーできたりするんで、はい、こういうのが意外にね、なんかセットアップっていう意味では重要かなと思います。ごちゃごちゃするから掃除をしなきゃいけない、物があるから置き場をね、整理整頓しなきゃいけないになるんで、そもそもミニマリストを目指しましょうと。ラグマット置かないとか、細かいので言うと、お手洗いになんかトイレマット引く人いるじゃないですか、あれって意外に汚いらしいんですよ、はい、僕は引かずにもうクイックルワイパーで掃除したりとか、すればクイックルワイパーだったら歩きながらできますから、例えばですけどなんかね、本読みながらでもクイックルワイパーできますし、耳がきしながらでもできますから、そういう風にやっちゃうのが一つ。あと意外に敵なのが洗濯なんですけど、はい、洗濯ってまず洗濯機に突っ込んで取り込んで、まあ、パンパンして干して、でまた取り込んで畳んで収納するっていうのがあると思うんですけど、はい、もうね、悪いこと言わないんで、乾燥機付きの買ってください。でこれ何かっていうと、乾燥機付きだったら例えばタオルとかパンツとかいうのは放り込んでしまって、もうタオルなんか別に綺麗に畳む必要ないわけじゃないですか。そうですね、バシッて入れてもうこんな感じで乾燥されてるのができますから、ポンって積み上げちゃうとか、まあ、そうすればいいんで、乾燥機付きはぜひやってほしいですね。でご飯もこれ意外に厄介で、ご飯って買い物行きます、調理します、食べます、洗い物します、もっと言うと献立考えます、結構こう仕事が詰まってるんですよ。なのでもうご飯作らない。で僕どうしたかっていうと、もう外食高いじゃんと言われますから、牛丼とか、あとは作らないって言ったのが誤解があって、おかずを作らないんですよ。めちゃ時間かかるじゃないですか、3品作ってとかね、はい、健康考えてとかじゃなくて、これを作らないだけでお米だけは炊くんですよ。で例えばお惣菜を買ってくるとか、今言った通り自分の中でどんだけの工程だったり仕事量があるかなって考えて、重いところをどんどん省いていくっていうのをしちゃえば、結構ね、家事とかここら辺僕徹底しましたね。これ学生の時から、うん、やられてた。大学受験の時はもちろん高校生でしたから親元で生活してたんですけど、はい、日本の会計士の時はもう一人暮らししてたんで、ごちゃごちゃしないっていうのと、うんうん、あと乾燥機使ってました。でご飯も作らない。これ結構難しいんですよ。これ高くつくんじゃないですかっていう人いるんですけど、はい、意外に一人暮らしの食材選びって分かる人いると思うんですけど、意外にねフードロスしちゃったりとか、うん、食材余らしちゃったりとか腐らしちゃったりとかあるんですよ。しかも一人用の食材ってあんまり売ってないというか、どうしてもお野菜一房とかになったりするんで、はい、だったら僕牛丼だったら300円500円で食べれますし、お米だけ炊いちゃってお惣菜だけ買えば数百円で食べれたりしますから、はい、あと多分皆さん言うのって健康なんですけど、そのためにこれだけコミットして早く受かってしまって1年2年で受からせるっていう、そう、こういうことやらずにダラダラやっちゃうと3年4年かかっちゃうんで、健康も勉強もみたいになるんですけど、多分死なないと思うんですよね、健康も害さずっていう感じで僕は当時からやってましたね。脳の味噌と使わないみたいなところもやっぱこれで重要ですね。ここら辺って多分考えちゃうと思うんですよね、献立どうしようとか1週間どうしようとか、しかもそれ栄養バランスがとか言い出すと結構ストレスで、これもそうですけど、畳んだりとか取り込んだりとか洗ったりとか切ったりとか、そういう時間って本当バカにならないんで、だったら勉強した方がいいんじゃねっていう。あとはこういうのもそうですけど、そもそも掃除をしなくていいって、この逆転の発想っていうのもだから重要だから、そもそも作らなくていい、だから家事って作るもんでしょ、家事って掃除するもんでしょっていうところを、もうしないもんなんでしょっていうセットアップしちゃって、もう本当に勉強にフルベットするっていう、非常に僕はやってよかったなと思ってますね。仮にこれ家族がいた場合に、うん、なかなかできない部分もあると思うんですけど、はい、その場合はもうやれるとこだけ家族と相談してやるみたいな。そうですね、家族って言っても確かに自分が子供の場合もあるし、あー、パートナーがいる場合があると思うんですけど、はい、家族がいる場合っていうのはもちろん共同生活ですから確かに振り切れないと思うんで、だったらその家族に対してお願いする。でもこれって非常にわがままですよね。なので何かそのバーターで、例えばお金を渡してあげるとか、もしくは受かったら全部僕がやるとか、なんかそういうバーターでできるもんだったら確かにパートナーとのシェアはいいんじゃないかなと思いますけどね。あと親御さんだったら、受かったらもう初月のボーナス全部渡すとか、単純に親だったら嬉しいと思いますからね、受かってくれたら協力してくれると思いますけど、まあ、そんな感じでパートナーがいる人はそういう風にしてほしいなと思いますけど、できるとこからやってみようかなと思います。何やってたかな、はい、そう、ぜひ家事、
これ大学生とか会計士の時これしてたんですけど、もう一個ちょっと社会人編言っていいですか。え、ありますか社会人。僕これ JCPA の時これ全部やったんですね。で去年僕 US もやったんですけど、もちろんこれ全部やったんですよ。でも US の時はもう一個やって、もう社会人なわけなんですよ。で僕何したかっていうと、これねぜひ本当にやってほしいんですけど、家政婦さん、これねお前お坊ちゃまかって思う人いると思うんですけど、今ね家政婦の代行サービスみたいな結構立ち上がってるんですよ。だから昔で家政婦さんって月20万とかで住み込みでみたいなイメージだと思うんですけど、今ってタイムチャージで3000円とかで呼べるんですよ。なので僕がやったケースなんですけど、1日4時間だから1万2000円ぐらい払って、これを週1回、僕の場合はですよ、これに対してのちょっとあの批判は置いといて、月5万ぐらいで週1回来てくださって掃除をやってくれたりとか、プランによってはご飯作りだめしてくれるプランもあるので、僕はそれはやらなかったですけど、そういう風にね、もう社会人であれば家事って時間 VS お金の議論じゃないですか。お金を払って時間をゲットしに行くっていう発想もぜひ社会人だったらやってほしいなと思いますね。自分の裁量でできるはずなんで。小山さんそれは掃除を対抗、僕掃除だけ、掃除だけ、そう、まあ週1って言いましたけど月2回とかでもいいですよ。ミニマリストであることはいいですけど、別にラグがあろうが家具があろうが掃除してくれますからってなれば、綺麗な環境で勉強ができるっていうのはあって、これちょっと法論なんですけど、これ勉強できる人と仕事できる人、まあ逆はできない人なんですけど、の特徴が部屋散らかってる人なんですよ。で仕事できない人の特徴がデスク周り汚い人なので、綺麗にするっていうのは非常に重要なことなので、はい、そもそも散らかさないっていうのもそうだし、ちゃんとお掃除するっていうのはこれバカにならないんで、なぜかというと実はちゃんとロジックがあるらしくて、物がいっぱいあったり散らかったりしてると実は人間ってちゃんと見てるらしいんですよ。でその時に一瞬でも負のメンタルですよね、あ汚ねえとか、あ散らかってるなとかっていうのは精神を散らかすらしいんですよね。意外にここら辺バカにできませんから、はい、受かるためにはできることは何でもした方がいいと思いますからね。ぜひこれやってほしいです、はい、今いい時代なんで、ぜひ家事はうまくマネジメントしてもらえたら合格に一歩近づくんじゃないかなと思います。では本日の動画は以上になります。ありがとうございました。